俺だ。よし。じゃあ行こうか。ぴょっと。これもじゃあ。ぴょっと。お、なんかある。お、なかった。よし。この羽を背負い、あの鳥居を越えることができれば、うん、私は家に帰ることだ。うん、だが、共にした仲間は奈落へ落ちていった。うん、私も落ちるかもしれない。もう一度、家族に会いたい。お愛する妻と息子にもう一度。ちょっと、赤井先生にはグッとくる文句ですね。羽がある。羽、これあるね。あそこ鳥居だよね。やばくない？一個しかないくない？どうすんのこれ、じゃんけんするまた。で、これ一人はどうすんの？もう死ぬしかないってことっていうことなのかね。あれ取ったら、え、うん、ない。復活する？いや、復活しないわ。一個だけだわ。だけどね、このね、機関車への衣装がね、2枚ある。ほら。え、俺に1個くれる、ちょうだい。じゃあ、取って。え、な、機関車の衣装あるね。ねえ、羽はない。つまりはどっちかがここに残る。はーい、君には娘がいるな。いや、行ってこいよ。お前、娘、結婚式に立ち会いたくないのかい？ほら、間違えた、ほら。かっこ悪いな。肉投げてきやがった。そこまで言われたらしょうがねえな。わあ、かっこいいよ。背中を最後に見せてくれ。かっけえな。必ず助けを連れてくる。頼んだぞ。ちょっと記念写真撮らない？あ、いいね、いいね。記念写真。クレバックでいいんじゃないの？これでいい？うん。あー、1、ず、パシャッ。パシャ。反対側もちょっとやろうぜ。反対側もやる？鳥居入れよ、鳥居。あ、こんな感じ？あ、そう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 。もうちょっと後ろかない？もうちょい後ろ行く？落ちないようにね、心したらね、ほんとほんと。行こう。はい、行こう。チーズ。パチン。はーい。いいね、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、気をつけていくんだぞ。じゃあ、行ってくる。はぁ、あ、期待しないで待ってるぜ。あ、飛び方わかんない、俺。いや、でも、止めてる。いけるこれ。いけー、まあ、届け。お、行った行った行った行ってた。グッジョブ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 。俺ね、飛び、ギリギリだね。飛び込んでからね、飛び方がわからない。意外とあれだな、到達率高いな。マインクラフトのタップロールが出てきた。え、マジで？うん。入ってるよ、ジェームラ。入ってるよ。あ、羽があった。入ってるよ。え、飛んでこいよ。やったー。なんだよ、さっきの茶番何だったんだよ。せっかくの。どこにつけるの？あ、これでいいの？ちゃんと復活してるよ。どうやって飛んだ？シフトスペース？ん、なんかね、スペース押しっぱなしにしたいって言ってた。いきまーす！ヨッフー！あれ？あ、ね、カエルフィルプレイ、これはやばいかな。これはやばいかな。これやべ。これはやばいかな。もう持ち直されへんから。やべ、これ。あー！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 ああ消えちゃいました。あれどうすんの俺これ。残念。俺ね、もうクリアしたっぽいよ俺。赤井先生今どこにいるの？早く俺もう娘に会うよ。帰ってきた。バイバイ。真っ暗だった。あ、オッケーオッケーオッケー。いけた。オッケー。俺多分あれ、あの第二のエンドをゲットしたわ。うん。お疲れ様です。クーさん待ってる。あぶねー。よし、エスケープをして。あ、エスケープをするの？うん。あ、オッケー。あ、いた、うんうん、どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとすいません、途中あの井戸のところリセットかかってなくて。あ、そうなんだ。あのちょっと待ってもらって急にイベント発動したけども。あ、そうやったんや。うん、ないない、全然わからんかった。ちょっとあのなんやろ、前の組終わったまんまになってたんで、ちょっと石球ちょっとリセットかけてきました。あ、全然はい、申し訳ない。全然問題ないです。いや、赤井先生意外とうまかった、飛ぶの。あんまですか？でもね、初めてやった。そうそう、なので無理ちゃうかなと思ったんですけど。俺なんかダメだったわ。一回なんかねやったんですよ。ほうほう。それの、ね、感覚を覚えてた。自転車と一緒。
なんか途中やばいかなと思ったんですけど、ちゃんと持ち直したよね。うん、いけるもんですね。ね。よかった。いや、楽しかったです。いや、面白かった ね。一応それは報酬品になります、今回の。羽が。羽が、はい、羽ないんですけど。墜落死した人は羽もらえないですよ。いや、ミクリアでフィニッシュです、ジェモンは。クリアできてない扱いですから。ジェモンさん、クリアしてないですか。俺の中ではもうクリアしてるから。いいだろう。これちょっと PKP オンにしませんか。いいだろう。あ、それ手記持ってるんだけど、いいの？手記消えてない？消えてない、持ってる。あ、じゃあちょっとポイして、こっちに。他の人が。オッケー。他の人が。いや、一時はね、どうなるのかと思いましたけど。あれ、早く終わったんじゃない？ね、意外にいい感じ。いい時間？いや、ね、サクサクやと思う。あ、多分、15分ぐらいか、スタートしたの、多分。うんうん、1時間ちょいだよね。ああ、ちょうどいい感じだね。いや、ちょっとね、犬の顔のとこでマジで終わったかなと思って。そうそう、俺も終わった。あんなん全然早い方ですよ。え、ほんまですか。うん、でも適当にジャンプしてたらさ、うわーって、うん、びっくりしたわ。よかったお仲間が、お仲間が後ろで羽を見せに来てますよ。いやね、羽持ってて当たり前ですよ、ね。いや、天使はやっぱ羽がないとね。PVP オンにしようぜ。なんかあの人羽ないんだしって。PVP オンにしようぜ。飛べないクマはただのクマだって言われて。ちょっと飛ばせ、ちょっと飛ばせろやー。打天使。飛ばせろやー。イエーイ、羽だー。もう。天使が逃げてった。そう。角曲がっていってった。おっと、あれ、ジェモンさん羽ないんですね。はあ、クマはやっぱりね、この手足が勝負なんだよ。やったぜ。まあ例のね、はいはい、打ち上げ枠でさっきのところやり直しできますから、JM。あ、本当ですか。何時ぐらいですか。明日の全部のプログラム終わってから夜中ですね。12時半とかかな。ちょっと次の日平日であれやけど。なるほど。うん。失礼しました。まあそういうのもあります。わかりました。うん、で、ありますよ、皆さん。赤井先生、今日どうすんの？探索とかできんよね、もう予想のうちに。俺もね、明日もね、朝からあるんで。あ、オッケーオッケー。じゃあ、一応、うん、羽でもし飛びたいんやったら、うん、日の宮ぐら高いところがあるんで、うん、はいはい、そこから飛んでもうていいんですけど、それ以外は基本的に羽、外して、はい、他の、まだミクリアの人にはあまり見せないように。あ、そういう、ね。あ、なるほど。オッケーです。はい。はいよね。そう、ね、あ、なんか飛ぶんかなってちょっとこうね見えちゃう。心づもりをさせちまう。そう、心の準備されると、失敗したジェイモンがちょっとね、これだけみたいな感じになるんで。だってね、自分のワールドで飛ぶ練習してきたりするかもしれないからね。そう、それは、ありがとうございます。俺わざとだし全然問題ないし、気にしてないし。ジェイモンさんね、そういうこともあるよ。あれですか、ヤグラって。あ、そうそう、木の宮倉はね、タワーみたいなやつですね、はいはい、高い。じゃあ、山本さん、俺飛んできますわ。山本さん、飛びますか。俺、走ってみとくわ。別に飛びたくないし、俺。別に飛ぶ、そんな。何が楽しいのか分かんないし。ちなみに僕の夢は、あ、ユミさんもいる。え、僕の夢はムササビスーツを着ることです。おー、登れる。こっから上に行くのかな。ちょっとこれ飛んで終わりですかね。クーさん、次何時からですか。一応ね、次は20時なんで、あ、まあまあ一応45分までは持ち時間ではあるんですけど、あ、まあまあいい感じで終わりだね。まあまあ、うん、赤井、うんうん、先生がちょっとね、まあ、出先というのもあって、うん、早くきなこ餅食べたいみたいな感じもしてるんで、うん、いや、知ってないよね、きっとね。酒を飲みたい。ああ、なるほどね。よし、あ、じゃあ行きます。あ、ジェモンさんいる？走り。いるよ。絶対だ。あれ？なんでこのミラクルを本番でせんかったの？あれ？どこ行った？なあ。あれ？なんでこのミラクルを本番でせずにあんな成功しちゃうの、あなたは。いやね。あれ？
もうこっちの方が絶対あの動画の撮れ高としては良かったよ。あれあの中途半端にクリアするよりも。あれさっき行けたんだけどな、あれいや、いいオチがついたんじゃないですか。落ちただけにな。あれ飛び方間違ってたかもしれない。よう飛べたな、あれで。俺なんで飛べたやろ。まあ本番に強いっていうことですよね。帰ってきた、帰ってきた。いや飛んできたよ。飛んできた、すごかったね。空高く。いやもうあまりに速すぎて見えなかったわ。いやでも、いやでも楽しませていただきました。楽しませていただきました。誠にありがとうございました。本当にありがとうございます。いや天の声でもよろしく言っておいてください。布野さん、何か言うことある？え、楽しく放送を見てるのに赤井先生の名前声がすげえ邪魔だったです。ね、何何赤井先生の何じゃ名前いや、なんかね、放送見てたのに俺の、ね、生の声がうるさいから放送が聞こえなかったと。でもこれを見なかった方が良かった。え、何どういうこと？は見ないで、あのサボやりませんでしたっていう感じで帰って、福井さんにちょっと聞いちゃわなかったら後でやらしてよあーあーネタバレ見てもうたからな。完全に見たからもう布さんはやれないです。そうだよ、確かにそうだわ。お前が来るって言ったんじゃねえか。お前来なくてよかった。赤井先生の逆ギレ。お前それでギリギリになったの。じゃあ友達を一人連れてこい。お、ね、If there's anyone just tuning in from Mr. Redstone って言われてますよ。これ絶対、yes, これ絶対ミスターさん。それ日本人いちゃうの。あなた 100% 日本人やから。すげえ、すごいすごい。2018人ですね。すごい、 Twitch 2000人超えきましたね。これは多分ね、多分ねニコニコから流れてた。まあまあまあ今あのマインなんですよ、うちだから。そっちから流れてんのもまあ当然ある。高画質見えるから。まあ前から高画質あれだけどさ。いやな、だってうん、今だってマイクラの配信で、うん、今世界一の配信数ですよ。あの本当すごい、ね、2000人って2000人、そうそう、え、世界一ですか今。今毎、そう、ロシアの人がなんか400人とか、よっしゃ、中国の人が400人。2000人やばいね。すごい、2000人はやばい、ね、常設で今2000やからね。そうなんです、うん、すごい、2000人見てんでしょ。やったぜ、まあその後ろでユニさんが地図をずっと見てるんですけどね。魂が抜けたみたいにずっと見てるんですけどね。地図好きなんですよ。地図好きな人いますからね。そうね、そうね、好きなのかな、地図好きなのかな。なんやかんやでちょうどあのきっちり時間今使い切ったんで、よし、綺麗に終われます。あ、いいですね、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あの赤石先生はあのね出先なんで宿に戻ります。来ていただいて、はい、ありがとうございました。お疲れ様でございます。いやいや、赤石先生でした。ありがとうございます。あ、で、ジェモンはまあ時間が許す限りあの釣りなり何なり、うん、ちょっともうちょっとうろうろしようかなと思います。ね、放送 しながらで、はい、うん、あの遊んでいただければなと思うんで、この後もよろしくお願いします。はい、どうも。はい、じゃあ、あのチャットルームの方僕退出しますんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。